はい、おはようございます。高田のバーゲーセン、はい、ミカドです、はい、というわけで、ブレードストレンジャーズ、ええ、ちょっとミカドの一部で盛り上がってたんで大会やってみようかなと思ったらバージョンアップしてしまったの で、ね、今までやってたことが全て無駄っていう、ね、バージョンアップ前のダメなところを見せたかったんですけど、まあ、メーカーさんには怒られそうですけど、そうです ね、結構良かったですよね。あのダメなところが、ダメなところ結構やばかったんで残しときたかったんですけどね、動画にね。残念ながらちょっとないんで、というわけで、バージョンアップしてしまいましたブレードストレンジャーズ、じゃあこちらのここの真ん中の、ネオ情熱の、第一番手前とその次が大会台進行ですか、はい、はい、というわけで藤井と徒歩、手前側、はい、手前側、あ、徒歩さん、こっちが、あ、徒歩さん、藤井さんと、はい、あ、藤井配信が手前ですね。で、クロコデルバードさんがその奥側で、じゃあ、はい、クロコさんとデルバードさんは、さあ来ましたね、ついにセイバー勢徒歩、はい、セイバー勢徒歩、そしてアルカナ勢藤井で、ワンピー側がワンピー側が徒歩さんですね。はいはい、もうあのバレッタには定評があるあの徒歩さんですね。それでスピー側が、まあ、藤井さん はアルカナであれですね、キャサリン使ってる。あ、さあ、じゃあ、ブレードストレンジャー大会始めます。さあ、ワンピーがトコさんのヘレン、ツーピー側が、藤井さんのマスター T と、やっぱでかいキャラなんだな、藤井。あー、なるほど、そういう基準で選んでる感じかな。だからヘレンがね、そのこれですね、これが悪質なタックルだったんですけど、今結構良質なタックルになっちゃったんで、あの普通のキャラになってしまったっていうのがちょっと残念。コンボがかなり上手いんで、まあこのゲーム、ミカドさんでは初めての大会なんですけど、はい、結構初心者にやっぱ最近のゲームっぽく優しくしようとしてって言ってる時からこういう難しそうなコンボやってますからね。ボタンがすごい簡単で、弱パンと強パンしかないみたいな感じなんで、弱攻撃、強攻撃、それでレバーと必殺技のボタンですよ、ね、必殺技ボタンと、で、特殊ボタン、なんかあのギルティでいうダストボタンみたいなのがあって、なんか下と特殊ボタンで足払いとか、はい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 、なんか前と特殊ボタンでなんか集団が出るとか、そういう。お、これは器用なことしてたわ、簡単なゲームだって言ってる場合、まあ、ちなみにあの体力ゲージの下に白いゲージが見えると思うんですけど、あれがあのコンボの限界時間を示すゲージで、同じ技をしたりするとそれがモリッと減っちゃって、コンボがすごい短くなっちゃうんですね。なのでできるだけ違う技を使ってコンボをやっていかなきゃいけないと。で、このゲームさらに通常技にもなんかレバー入れが多いんで、同じ技を使わないように、あの弱攻撃でもレバー色を使ったり、ニュートラルを使ったりして、そのコンボをうまく空中コンボなんか調整してやるようになってます。さすが解説に定評のあるセコさん、あ、これは当て身長比ですね。で、長比も簡単で、まあ、ちょっとボタンの組み合わせはあるんですけど、3つボタンを押せば長比が大体出ます。ボタン3つか、下とボタン3つで長比ですね。2種類の競技が使えると。で、必殺技が、その必殺技ボタンとレバー4方向どれかとニュートラルなんですけど、大体はまあ必殺技ボタンだけで押すと弱の必殺技って感じで、強攻撃ボタンと必殺技を同時に押すと強の必殺技が出るみたいな感じになってます。あ、徒歩さんが残念ながらセンチメンタル台風決められず勝ったのは藤井さんですね。おめでとうございます。藤井のマスター T、じゃあどうしましょうか。どの辺がいいんだっけ。どっちからでもいいですけど、じゃあハスさんと片はじめさんが手前の配信台ですかね。さあ、豪傑寺一族を最近やり込んでくれているハスさんと、まあ、モイプロとかガロスペとかをやってる片はじめさんですね。さあ、前にも紹介しましたけど、ハスさんは兄使いで、まあ、チキンさんを置き攻めで切れさせてで、チキンさんにキレさせるなんて俺もだいぶ褒められたなみたいなことを言ういい人です。一応恋姫演舞なんかもやっていて、結構その最新のゲームを割とやってる方ですね。ワンピー側が勝ったはじめさんの海原かわせ、ツーピー側はリナですかね。デルバードさんかな。デルバードさんが勝った。海原かわせっていうと、あのラバーリングアクションで有名なんですけど、あんまりこのゲームだとポヨンポヨンしないんで、なんかどっちかというと掴んだと
直接的な動きですね。奥でグラタンと三国アーサー、奥でじゃあグラタンさんと三国演武アーサーさんですかね。ちょっとすいませんね、グラタンさんせっかく来てくれたんですが。じゃあこのリナっていうキャラが一応今ちょっと強いとはまあ言われているキャラで、まあどう見てもなんかあのギルティギアとかブレイブルーにいそうなキャラなんですけど、そいつがこれでこの後が置き攻め、あ見えないか、これ見えんわみたいな、あの6等みたいなの出しているやつがまあ設置系なんですよね。でその後ワープを使って表裏みたいなの今、これは大丈夫なの、ガフではない、ガフではない、ガフではないこれで表か裏かで2択を仕掛けると、いや見える要素がないなこれな、このキャラさらに何ですかね、エディのドリルみたいな技とかもあって中間距離でも変な牽制が強かったりとか空中出し持ちだったりとか、これですねドリルで当たるとまあヒット確認して消費で気がつけば3割弱ぐらいで、なんかヒットがあるとまあゲージがあるとこのように、いやーこれは広いな、いやいいキャラですね、で多段ヒットだから結構こういうとこも切り替えが知らないと、あーさすがにこれは経験者っぽくハッサンが勝利ですね、ハッサンの勝利、おめでとうございます。じゃあ姫月さんとミルキーローズ、まあ、姫月さんはちょっと僕お名前をお伺いしたことない方なので、まあ、多分そのやっぱブレードストレンジャーズをやりに来てくれた方だと思うんですが、今日一番手ですね、あ今日一番やる気勢、やる気勢、ブレードストレンジャーズと聞いていても立ってもいられずに、じゃあキャラクターが、姫月さんが電撃勢、電撃勢、あ電撃勢、そう電撃ファイティングクライマックスはまだなんかこうメジャーなゲームから取ってきた感があるじゃないですか、ブレードストレンジャーズの元ネタってちょっとマイナーですね、海原かわせは有名かもしれないですけど、なんか今度サクセス出ますよね、あそうなんですか、新しいのが出るっていう、うん、コードオブプリンセスなんか 3DS で出た時にあの何でしたっけ、ガーディアンヒーローズの人が作ってるっていうことでちょっと一時話題になったんですけど、あーいやーガーディアンヒーローズ ねでそれをちょっと期待して買ったら意外ともっさりしててちょっとしょんぼりって、あこれは今度は逆に経験者である、そうですね、姫月さんの方が海原かわせでミルキーローズさんが、うん、リナと、海原かわせはあの空中からロットを伸ばす技とかがあるんで、そういうのでね、あの対空ずらしたりとか、まあ、引き寄せ的な叩きつけがあったりとか、こういうのを、まあ、うまく使いたいんですが、こういうのですね、ジャンプ中の攻撃で、あグラタンさんの勝利、はい、勝利、あさっきも見ましたね、このドリルが引っかかった瞬間に1ゲージ。あとこのゲージもね結構溜まりづらいんですよね、あの溜まりやすいキャラと溜まりにくいキャラの前に言うだけで、藤井とカエル、カエルさんと藤井奥の方でお願いします、そうこれやっぱりリノが強いのかまあ一応ラスボス、まあラスボスはそうです、ストーリー上ラスボスでもありますね、あのこれもやってやりで一番最後ねやりでやるとラバーリングアップの、いやそうなんか直線的なんですよね動きがね、三原川瀬のゲームやったことある人は分かると思うんですけど、あれってどっちかって言ったら直線的な動きっていうか、あのゴムでボヨンボヨン動くラバーリングアクションなんで、なんかそういう点でもちょっと動きが直線的すぎて違和感があるなーっていうふうに僕は思ってたんですが、あれ撮影に持ってこられても困る、困りますね、そんなボヨンボヨンした動きをされても多分相当めんどくさいことになると思う、これ相当めんどくさいキャラになるかなっていうことですよ、ちなみにだいぶキャラ付けがだいぶはっちゃけてて、まああれかな、一回川瀬さんの消費が結構はっちゃけすぎてて何これって思ったんですけど、おっと今度は逆に取り返しましたね、うまく上方向のラバーリングアクションを使って、ドリルをかいくぐってますね、さあ火の突き取り返せ11、ゲージはまあ結構あるかな、ゲージの使い道は ES 必殺技、あれですね、必殺技ボタンと特殊ボタンを同時にすると、まあ、0.5 ゲージ使った、まあ、強化版の必殺技、大体浮かせ技になります、であとはなんかあの技の隙をキャンセルしてダッシュするみたいなのとか、逆攻撃と特殊ボタンを同時に入れたりしてます、これ中段から出したりすると結構崩しが強くて面白いですね、あとはまあ超必殺技がまあ大体ボタン3つ同時に上に行く LH 必殺とかですね、あガーディアンもありましたね、前と特殊ボタンで変わるっていうガーディアンないと大変なことになりますからね、このゲームガーディアンもあり、このゲームガードしてたり攻撃を食らってても全然なんかゲージが溜まりにくいんですよね、だからあの1回主勢に回っちゃうと結構大変です、まあ一応初心者向けっぽくあの大体弱弱弱ってボタンを押すと A 連コンボみたいなのがあるんで、最初のうちは A 連コンボから必殺技どれかにつなぐっていうのだけ覚えればまあそれなりに戦えると、
で、あと対空手段、これあの、お、なんかこれっぽいことですよ。うまい、いける、あと、これ、当たんなかったか、裏をくぐってるし、さあ時間がないぞ、これは逃げてに、あ、引っかかった、あ、起き上がりが攻撃出しちゃいましたね。いやー、よかったのはミルキーローズさん。このゲーム起き上がりがちなみに3種類あって、まあ、レバーをどっかに入れるとすぐ起き上がる、何も入れないと寝っぱなし、攻撃ボタンを押すと攻撃を出す。これいきますか、信号かけろ、甘いですか、はい、はい、頑張ります、はい、これやったことないけど、はいはい、あとあれヒートアップの解説してたっけな、あ、してないね、そういえば、はい、体力ゲージが、一定量少なくなると体力ゲージが、まあ、黄色になるんですけれども、その時に1ゲージ以上持ってると、消費ゲージの下にヒートアップっていうのがあって、それが赤くなります。でそうなると、まあ、発動できるモードがありまして、アーマーがまずついて、ちょっとアーマーが剥がれると、何秒だったかな、ちょっとフレーム忘れたんですけど2秒間ぐらいだったかな、なんかあの、藤井が勝ったと、はい、じゃあ2秒間ぐらい復活しない、まあ、アーマーがつくみたいな、そんな感じです。であと、ヒートアップ中は、消費が出せるんですけど、まあ、消費とかゲージを使うコードは全何でも出せるんですが、まあ、使うとヒートアップゲージの時間が短くなると、まあ、KOF のマックスモードみたいなもんと思えば分かりやすいのかなっていう感じです。アーマー付きのマックスモードみたいな、そんな感じで、ヒートアップやってる最中は、時間が止まるので、あのアタスト1秒とかで時間がやべえなと思った時はヒートアップを発動して、まあ、時間を稼ぐと、まあ、そんな感じのシステムになっております。じゃあ奥、こっち、奥、鳴海ゆいとおじいさん、おじいさんと鳴海ゆい、ワンプがで、次がカーリーを使っているのがシンゴさんで、次がカゲロウさんですね。カゲロウさんはこのヘレン、あの悪質なタックルの時から結構使ってるんですけれども、この間家庭用の対戦会いた時、悪質タックルずっと使ってますよ。ああ、まだ家庭用は悪質タックルできるの？あの、いや、もうできないんですけど、当時家庭用対戦会した時はできた。ああ、でも今回も使ってくれてて、まだまだやれるというのを見せてくれるといったところなんでしょう。このカーリーが飛び道具でバチバチ打つキャラだったけど、効率が長くなってしまって、でもジャンプの射撃は弱くなってないので、まあ、割と危なくなったらジャンプ射撃でバックジャンプしながら距離を離していくっていう、そんな感じの立ち回りが割と上級者は見受けられます。その飛び道具キャラなので近距離の処理が難しいとこうなりますと。で今青く光ったのが EX 技ですね。であれが昔はノーゲージでああいう裏回りができたっていうことで強かったっていう感じです。じゃあデルバートさんとジャッキーワイルド、だこれはあのまさに前回のその家庭用対戦会で優勝したデルバートさんと家庭用対戦会を主催してるザッキーワイルドさん、あ、主催ザッキーさんなんだ、はい、あ、なるほど、左が 1P ですよね、左 1P デルバード、はい、1P デルバードさん、 2P ザッキーワイルドさんという感じで、まあ、ザッキーワイルドさん結構何でもやってていろいろ顔が広い方で、デルバードさんもまたいろんなマイナーゲームをいっぱいやってるってことで有名なキャラ、あ、人だと思います。そう、ザッキーワイルドさん結構いろんなキャラ使えるんですけれども、はいはい、まあ、割と最近は怒りのキャラ、あんまり闇を抱えてないキャラを選んでいる感じですね。じゃあこの クオートはそんなに使用者がいない？そうですね、ちょっと残念かなという気がします。川瀬も、最初は弱いとよく言われてたんですけれども、まあ、意外と対戦会で優勝したり、意外とやれるんじゃないかという感じには今評価はなってますね。まあ、世界は揃ってるんですけどね。そうなんですね、対空もあるし、リーチも言葉もあるとか、あ、クオートこういうあの近寄ってからのこういうラッシュができるので、こうなんとか忍びたいっていうところですが、もう体力があっという間に減りましたね。あー、これこれアーマーなんですけれども、ね、所詮アーマーなんで体力が削られてしまうので、あの耐えることができず今やられたといった感じです。でこれ対空にも使えます。あのヒートアップを発動したときに、NI の構成感じ世界みたいな感じで攻撃反応がバーンと出るんで、それで対空して空中コンボに行くっていうこともできます。まあ、バストみたいな感じ。そうですね、あーっと入って、あーちょっと押して、あ、これですよ、そうですね、攻撃判定出たけど潰される、
さあザッキーワイルド勝利、で、あ、はい、おしいさん、おしいさん勝利、じゃあみーちゃんの方見るか、みーちゃんパシーさん、お、出番ですか、みーちゃんさんは今日キャラはアイザックじゃあ奥でバナナとハスさん、ハスさんとあバナあアイザックも今日は初めて出るかな、お前何のキャラだよって思いましたけど、ね、奥で入ってます、さあこのね気持ち悪いやつ、あちなみにこのカラー8っていうかあのアップデートして唯一良かったことはカラーが4色増えました今までカラー1から4までだったんですけどアップデートしてカラーが8色になってますねこのキャラ最初のバージョンで結構猛威を振るってたっぽいんですけど、てかあの僕あの某チキンさんっていうプレイヤーの方がいて、その方にあのちょっと付き合ってたよというのでいろいろ調べ物にした結果大変なことをやったんですけど、それが軒並み弱くなったっぽいので、こいつは設置系の飛び道具がかなり多いんですね、なんか下に雲を歩かせたり上にこの虫飛んだりとか、これがなんか各硬直が長くなったりとかしちゃって、あこれ爆弾も設置系で球弾かけたりとか、エーレンからうまくごまかして固めてますね。で飛び道具がこのようにこうすごい豊富なので、これもちょっとレバーと必殺技で出すっていうのだとコマンドじゃないから逆に混乱するんじゃないかなっていう部分もあるんですが、うまくやっぱ使い慣れてるだけあって、ね、さあこれジャンプ 2H ですね、から、なんかウィングガンダムゼロカスタムエンドレスワルツマンですね、EW バンデット、なんかねこいつ何のキャラだこれ知らないんですよね、洞窟物語かなんか、なんかレミックスみたいな海外ゲームで、なんか親から逃げるみたいな設定らしいですね、なんか一応話としては、あ、これは起き上がり攻撃、起き上がり攻撃ガードしても反撃がちょっとしづらいんでなかなか出し得な部分もあるんですが、まあでもちゃんと慣れればもちろん反撃できるんで、中下段とかもなさそうな感じですからね、起き上がりはガードされるとかなり怖いですね、飛び道具うまくばらまいて近寄らせないのと近寄りたいライエンゲートと、これはあれかコードオブプリンセスの敵キャラだったかな、一応クリアはしたんですけどちょっと何年も前だと覚えてないみたいな感じだから、なんかやっぱお互いこうなんかやってる風な動きを、ただ雲を設置してジャンプできないように上に向くのを設置してと丁寧に立ち回ってきたんですが、一度触られたらもうこれで、あーこれを EX で浮かせてしっかり、さあ取り返して 1J、 体力差がね結構あるんでねこのゲーム、まあ当然ながら遠距離系っぽいキャラはまあ体力が低めに設定されているか、さあ奥終わったみたいな、奥はあハスさんが勝利と、ハスさんが勝利、じゃあ奥時の扉とミルキーローズ、今日はそうですね、時の扉さんが久しぶりのリバイバルと、扉さん、扉さんあっち奥行ったんで、好きな方座っていいですよ、はい、扉さんはどっちでもいい人なんで、はい、先に座れば後にの方に合わせてくれます、てか扉さんは、5月6月ぐらいの時の扉会以来の復帰ですかね、まあ、ちょっと一段落したっぽく最近ブレードストレンジャーズをやって、まあ、アイザックかな、多分ミニダルシムって書いてあるんで何を使ってるか、まあ後で配信に多分生き残ってくると思うので、ミニダルシムを使ってる、いやこれらしいですよ、アイザックらしい、これだと思うんですけど、このいかにもダルシムっぽいのミニダルシム、あ、ムシムシ涙とそしてミニちゃんの方がちょっと若干劣勢気味だけど、おっ爆弾セッチャー、これはパシーが勝利、細かくいきましたが、じゃあグラタンさんと、悪いジャイアン、悪いジャイアンさん、あ、なんとあの悪いジャイアンさんが来てくれた、そしてグラタンさんといえば、どこでも男神というあのフェリシアの攻略ブログを書いてる方なので、はいはい、ヴァンパイアセイバーでフェリシアを使ってみたいと思う人は、
どこでもダンシンでググってみましょう。すいません。でちなみにあの本人はよく笑いながらザベルでガードフローを最近でやってますザベルかガロンしか使ってるの最近見ないですね。あ、兄ちゃんさんおかえりなさい。あ、残念でしたね。ちょっといやーノーピコ勢なんで。あ、これ来ましたよ。 2P 側のショベルナイトですね。悪いジャイアンさん。お、これは皆さん 2P が取りました。これは悪いことが起きるかもしれない。あ、対する、グラタンさん今回はアリー。あ、これも行動プリンセス相続キャラですね。あ、これはこっからセットプレーがどうなる。危ない。まだ画面端まで行かないと厳しい感じですね。そうですね。まだ俺これセットプレー見たことない。ああ、でも今のジャンプイー重ねもあれですよ。この後のジャンプイーで寝っぱなしだとこれですね。で、起き上がりこうですよ。で、で、の、あ、惜しい。最後当たらず。あ、これ、あ、あれあれ、レバーを後ろに入れてたはずなのになぜか当たってしまう。あ、なんで、なんでですかね。なんかショベルナイトの 2H、 僕もよくレバー後ろに入れてるんですけどガードができないんですよ。いや、まだちょっとガードボタンが壊れてるね。あの、もしかしたらレバーちょっと調子悪いかもしれないんで、もう一回確かめたいとこなんですけど。あ、今度は逆に押してる押してる。大きい上がり。あ、これカウンターだ。痛いぞ。はいはい、ドーンドーンバンバンドーン。で、こちらどっちだ。あ、そっちか。あれを、あ、これは危ない。ああ、惜しいな。あれね、密着気味じゃないとね、発生1フレにならないっぽいんですよね。普通に倒しました。普通に倒してますね。あれのね、出始めがまああのブッシュバスターみたいなもんで、ブランカのなんか知らないけどガードができないんでね。でそこからキャンセルができると。アリーってあのこのキャラが投げてた爆弾ですけども、はいはい、発生保証がないんで。ああ、そうですね。あれ本体になんか触れば消えちゃうんですよね。そうですね。いろんな、もうここから1台キャラの設置技が、あのまあ発生保証ない技が多い、ね。さあ普段ねガーフを決めているグラタンさんが逆にガーフを食らうと。時の扉さん勝ち上がりということで、ね、あ、じゃあここから1台進行ですかじゃあ、 あの藤井さんと影郎さん、じゃあ、 あの手前 の、 あの配信台の方でお願いします。さあ、まあなんだかんだでね、当然ながらやってる人が一応勝ち残ってきてる感じかな。まあ僕もさっき影郎さんのヘネに、ね、悪質なタックルをされたんでゲージを吐けばね、悪質になれるんですけど ね、 ね、前はノーマルタックルでも悪質だったんでね。何が悪質かって、あのダッシュし始めた時に攻撃ボタンを押すと、はいはいはい、裏にすでに相手は回ってるんだけど裏には攻撃出てくれない。出ないですよね。なんかね、表にしか出ないっていう。あれはマジ切れそうでしたね。だからちゃんと裏に回ったのを見てからボタンを押さないと潰せないっていうのが悪質だったと。一生触られたらもうなんか遅らせコパンをするしかないっつって、遅らせコパンしたら当て身長費で取られるみたいな。そうですね。一応頑張れば全体をというか、まあ、ちゃんと対応できるらしいんですけれども、まあ、まあまあまあその辺は、そうですね、煮詰まる前にちょっとバージョン上がっちゃったんで、まあ、人間どっかミスりますね。ワンピー側がカゲロウで、スピー側が藤井さんと。なんだっけな、このマスターティーってアニマル48とかそういう名前の憲法の使い手なんですよね。あの当時出始めだった AKB をパクったかのようなキャラをしてて、なんかゲーム内でもそれをよくネタにされたのですよ、行動プリンセス。なるほど、すごい懐かしい感じですけど。起き上がりの行動の反応は、ああ一応なんかあのあれですね、はい、起き上がりが3種類です、ね、ああそうですね。あの寝っぱなしと、レバー入れてその場で最速を押すと、攻撃ボタンを押すと、あれ攻撃、あれ起き上がり攻撃って1種類だけですよね。1種類だけです。まあ別にじゃあ中下段とかもなく、そうですね。なるほどなるほど。で、あれ起き上がり攻撃って結局ガードしたら角反ほぼありって言ったら、 あやっぱりありですか。で、ね、当てると 0.5 ゲージ回収するんで、ああゲージの回収率がいいと。なるほどなるほど。このゲーム結構あのゲージの溜まり方に差があるというか、あの近距離キャラの方が溜まりやすくなってるっぽいんですよね。なんかまあでも飛び道具キャラも結構あのダッシュだけでゲージが溜まるんで、ああはい、なんかマシンガンとかああいう系の、まあ、僕が使ったカーリーとか あの辺ってすごい溜まりづらいんですけど、あのショベルナイトがドッセイドッセイってやるとなんかすげえモリモリゲージが溜まるんで、なんか一応そういうところで遠距離キャラと近距離キャラを差別化しようとしてるのかなという節がありますね。だからなんだかんだで結構そのそれっぽい対決で、そうですね、タックルの後、タックルの後の過程が中段下段移動か、そうですね。で移動もまあ裏回りになる強移動と表の弱移動とか、まあそういうのがいろいろあるんでね、この辺をうまく使って惑わしたいんですが、お、これは当て身じゃないな、これなかった、当て身っぽかったですね。だけど当て身が発生1フレなんで、まあ、当て身読んで投げる、ああそういう読みが、うわコンボがうまい、
藤井さんの勝利です、ね、は藤井さんと、はい、これは盤石さつ押井さんとザキーワールドさん、ザキ押井さんとザキーワールドなんですね。押井さんはあソランジュですね。多分このゲームの主人公になるんですかねこれね。まあそうですね、全キャラのシナリオ中にいつも出てくるので、ね、一応主人公扱いにはコードオブプリンセスの主人公でもある聖剣の使い手なんですが、まあこいつが基本的になんていうんですかね、ガイルみたいな感じでいいんですかね。波動昇竜が一応あるキャラっていうか、まあ、ガイルという、まあガイルっぽい飛び道具ですけど龍剣に近い。ああまあ龍剣かどっちかというと。対するクォーター先ほどちょっと配信にも落ちたと思うんですけど、一度近寄った後のあのラッシュがね、見た目があのカーリーと似ている上に似たようなファイヤーボールもあるんですけど、まあ運用が全然違うっていうコンセプトのキャラになってるかなと。まああとなんか背の小さい少年キャラみたいな意味ではガンボルトともちょっと パッと見似てるっていう。俺最初ポケモンに出てるキャラかと思ってサトシとかタケシとか呼んでましたけど適当にね、はい、だいぶポケモン感あるこいつ。一度近寄られてもこのゲームあんまり無敵技ないんですよね。なんかそうですね、ただソランジュとか、まあ、ヘレンとかサマーとか、ね、ゲージを吐けばソランジュは無敵があります。でヘレンはないんです、ね、ヘレンあれ無敵じゃない、早いだけ、早いだけ、まあ、波動拳バージョンアップしてちょっとついてたらちょっとそこまで吐くしないんですけど、バージョンアップのチェックあんまり俺の今ひそかにあのダウンオイチ来ましたね。寝てる相手にダウンオイチ、寝っぱなしだと入っちゃうんで、あれも 0.5 ゲージ溜まるんで、ああはいはいはい、相手のダウン読んだらあっちの方が戦局的には良くなる、ゲージごとは溜めてみたいな。 EX 技がやっぱり強力なのが多いですからね、結構ゲージは、まあ、持っておきたい。おっとこれはうまい、よく見てた。対ジャンプ攻撃無敵のニュートラル特殊ボタンですかね今の、はい。まあ、一応そういうのがギルティの前 P と同じで、まあ、基本的には対空は、まあ、特殊ボタンをニュートラルで押せば大丈夫と。いやうめえなおい、大きい攻め、まあ、ワンボタンで対空できるというのはやっぱり強いんですけれども、まあ、まあ結構ジャンプダッシュ攻撃とか早出しされると当てないというのはよく言われています。なるほど、おおこれはきっちりゲージ使ってとどめを刺しに行きましたね。これはちょっとたのは押し、あ、じゃあね、ザキーワールドさんのコートが反対側行った、パスさんとバシーさん、パシーさん、あ、そうだ、あと、今、受付あたりの近くに、オリハルさんというガラスペ勢の方が、この間、ちょっと新潟のガラスペ大会に遠征してきて、その、なんか、お土産のお米クッキーさんがあるので、はい、まあ、参加した人がよかったら1個ずつ持ってってください。じゃあ僕も1個いただきます、ね、ちなみにオリハルさんはオリハルコンの略です。どうでもいいな。さあライオンゲートを僕あんまり見た記憶ないんですけどね、このゲート、どうなんですかライオンゲート。ライオンゲートは超飛でなんかこう設置系の技があるので、ああ設置系の超飛と珍しい。そうですね、しかもそれ上か設置系のやつは1回上にボーンって振って飛ばしてから、はいはいはい、上から落ちてくるんですけど、あじゃあ出始めると、はいはい、発生保証が出る。ああじゃあなんかほぼ相打ち気味に当ててもまあいいようなタッチ、設置した場所が全く見えない、まあ、上に飛ばしてる間はないんですはいはいはい、なるほど。あワープを使って対空をうまく使ってる、これが早いな。あのライオンゲートはなんか空中でも波動拳出ましたよね。あそうそうそう、あれがあるので対空もちょっとずらしやすいスタンダードなキャラなので、ゴイタイ、ゴイタイ E ってあの特殊ボタンですけど、ゴイタイクしかないキャラだと、まあ、さすがに機能するんですね。で、ソランジュみたいに昇竜拳みたいな技を持ってるやつは、はいはいはい、割と潰しやすいので、あ一緒にそのまま切っちゃうとか、これは相打ちでもいいというドリル。そうですね、相打ちだとちょっとダメージ負けしてるんですけれども、まあまあ、まあ、さすがに。一方的にね、ワンチャン1回引っかかれば長期まで繋がるっていうのもでかいので、って言ってそうなんですが、これはここから置き攻めがセットだぞ。どちらワープ表ガード正面しっかりしてますね。 FHD でカルノクワープをガードするためようなね、そんな感じのネタですが、もっとこれは ES を空中出してくる時間がただないので、これはちょっとどうする、ゲージ貯めるなり、あーここでこれヒートアップ中は止めなんで、これは殺しきったか、いや、あいった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 、2ゲージ使った、ヒートアップ中なので、あだからあのゲージはまあ一定時間
なんか使い放題っていう例があるんですよ。いや、なんか使う量が減るんですよね、ヒーターって言ってたんですか。KOF のあの14のマックスモードみたいな、うん、なんか商品が連続で2回ボタンを押すとレベル2みたいな感じで、ゲージ投球技とかになってしまったから、もう上、下りを当ててコンボ、おしゃれ。だからこのゲーム、初心者に優しいゲームだって最初紹介したはずなんですけどね、あんまりそういう風に優しくないっていう感じです。まあ、スタイリッシュモードがあるだけで、まあ、ちゃんとコンボとかやるんだったら、それなりに奥も深いゲームかなと。そういう意味では、まあ、とっつきやすくやり込みがえもある方かなとは思うんでねっていうフォローをしていくまあ大体このゲームEX 技を出すとあの割とバウンドしたりとかするんで、はいはいはい、でコンボ伸ばせられるのとあとコンボゲージの減りが EX 技だと減らないんで、うん、あそうなんですか。じゃあ EX をまあできるだけ使うとっていう。そうですね。あ今モリモリ減ってきたね。あいやなるほどなるほど。そうですね、結構そのコンボゲージを減らさない構成で考えて当たる当たんないは別にしてね、や考えると結構レバー入れかどうかとかそういうのを考えるのがちょっと難しくなって、これは両対応ですかね。あれはそうですね、ヒートアップで攻撃判定出るので飛ばせられるので、投げをオフェンスのダッシュで飛んでるとか、ジャックと特殊ボタンと思います。一瞬で体力が、今度は逆に返すと忍者マスターズでよく見る光景ですね。ような NY これ終わったか。これは繋げば、あ、ゲージなかった。あんだが今度は裏に回ってさあ勝ったのは、ハッサンのリナーですかね。おめでとうございます。いやー強いリナー。さあついに来ました、時の扉さんと悪いジャイアンさんですねごめんなさい、さっきが、こうですよね。あ、そうです、そうです、リナーの方、はい、さあ、時の扉さんと悪いジャイアンさんね、後ろ後ろ、録画してる、録画してるいいよ、亀井さんがなんかすげえテンション上がってますけどね。さあどちらでも座ってもいいという時の扉さんのスタイルに対して、ガード不能がある 2P を最速で座っていく悪いジャイアンさすが、ね、できますね、この辺できますね、この男。ただあのアイザックってキャラが小さいのでやっぱりそのジャンプ攻撃低めに当てるとか考えるとちょっとガーフ狙えるかどうかっていうのは難しいところですね。そうですね、どこまでできるか。一応あの空中コンボの締めを地上に降りて 2H かなんかで締めてで宝石を重ねるとすごいガーフが狙いやすいんで、なるほど、これそのセットプレーをできればしたいんですが、まあただ相手が、あ、来たよ、あ、さっきから、あ、これはガードできたら高橋で、コンボが入ってで、宝石を、あー下がったね、これ画面端だったら両方は下がるスペースないんで勘弁してくれよってよくなるんですが、あ、今、今日密かにあのうまかったのがちゃんと虫をコパンで潰してたってところ。あー、そうですね、なんかあの虫、そうですね、潰せるんですよね、なんか大事で潰せるので、それをちゃんと、あ、これは、あれ、前 H のためを使って叩きつけましたね、はい、キャラによって床バンドか壁バンドがあるので、あれ、おお、これは悪いジャイアンが死んでいくダメあ、ただね、チャイさんご喜びしたい、あの彼はね、昨日僕と一緒に飲みに行ったんですけど、はいはい、帰ってからなんか酔いが急に回ってきて相当バーライオンになったらしいんでちょっと今日体調が悪いと思う。あ、バイク無敵大会、しかも逃げ時、これ逃げ時ですね、あ、そうですね、姿が変わってあのエントレスワルツ版じゃない方ですね。いや減ったな。さあ置き攻め虫を設置しての中断。さあ包丁、あー、コパンに対してこれは遅らせできましたね。さあゲージは全部使い切ってしまったが、この体力だ。そしてこの設置、まずはアーマーをつけて、あ、でも今アーマー、あ、今撃ったね、虫触ったね今、あのなんか今キャラがパカーンって光ってるのがアーマー付きの状態なんですけど、これは大き上げ攻撃潰した。あー、これは高かったか。さあ悪いジャイアンが死んでいく。いや、やっぱりね、劇場版じゃないとダメか、昨日マーライオンになったからしょうがないよね。じゃあ藤井さんと、ザキワレさん、さあ準決勝ですね。さあもう順当にもう経験者が、あー、頭抱えてますね。まあ、バージョン 1.3.1 今の Steam 版になる、今 1.3.0 って左上に出てますけど、まあそれがあれの下1桁、いや小数点1位がね1ってなんなければガーフはできるんで、
まあ、よかったら皆さん狙ってみてくださいとよかったらじゃないよって。なるほど。さあだいぶなんか中段のね下りをうまく使うマスター T 使いの藤井さんと、さあザッキーワレンさん、だいぶ一度捉えたら逃さないぞと。これですね、雷撃中的なあの技。そしてこれ引く分かんないんですよね、あれ、あれね、結構うまい。結構マスター T はビフリオガーサしてこうなんかこうわちゃわちゃやるっていうアキラっぽい感じの、確かに。おお、すかした八極拳感ある。スライディングで今あのパンチをすかしてましたね。姿勢の低さを利用してるんです。だいぶもうそういうレベルまで達してるのかなこのゲーム。じゃあ今日のファイアーボール重ねてからの上に逃げたところはしっかり逃さないと。いやーこれかなり盤石の強さを発揮してますね。だからゲージはまあお互い2本3本って感じ、最大で3本なんで、さあどうしても特に反撃ができるか。ファイアーボール、絶対ファイアーボールでいくと。いやーこれはうざったですね。対空が、ね、比較的簡単な部類っていうのは先ほど説明した通りなので、もっとうまい、やっぱり足払いで上段パンチをうまく使ってます。キャラ体が生きる。あのファイアボールダウンにも当たるんで、あーそうですね、ゲージ回収率も起き上がり攻撃当たらない距離で打つ。なるほどなるほど。じゃあこれは特殊ダッシュからきっちり追撃をしてゲージも入っていくと。こっからかっこいい攻めね、どっから。いやこれかっこいいな。おおっ、まずは投げに行くのが見えたないし。おっとこの、あー出っ放しのところに当たってしまったと。いやー盤石の強さ。勝ったのは、ザッキーワイルドさんですね。さあ反対側戻って、ハッサンのニナと、扉さんのミニダル。ミニダル、ミニダルです。あ、好きな方、座っていいんで、あの一応なんだっけな、あんまりチェックしなかったんですけど、ミニダルがアイザックで、はい、ミナがカーリーでしたね。カーリーですね。でも、ガン逃げすると、サムミナになるんですよね。あの漢字で寒いって書いてその後にミナ、サムミナ。そろそろちょっとお互いちょっとややシューティングキャラではあるものの、発生の速さ的にドリルが先に刺さって虫が消えるみたいなことになりそうな気はするんですけど、そうですね、アイザックは飛び道具の速度があんま速くないので、相打ちというよりはどっちかというと潰される側にもあるので、潰されて虫が消えちゃってみたいなのがあるんじゃないかなって。あまり設置せずに逆にあのガンガン出てくると思います。なるほど。むしろ最初に、あ、行かない、ぶっこりました。カウンターのバウンドを確認。あ、これお母さんだし、お母さんだし、ヴァンパイアハンターであったな。元ネタのゲームだとあの足から逃げてるの。ああ、なんかそういうお母さんから逃げるゲームっていうのだから。お、これは一方的だもん。一度捉えてしまえばこっちのもんと。ああ、なかなかおピコがうまいでございます、ね、これはやばいですね。ピコーピングしてないはずなんですけど。そうですね。ああ、今度も、あ、今度はちょっと出してから様子を見てダウンが取られてしまったぞ。そして画面端までついてくると。あ、これは辛い。おー、うまい。あーっと、ES 版の包丁を使ってコンボを伸ばす。ちゃんとコンボゲージマックスまで吐き切りました、使い切りましたね、あれは。いやこれは気持ちいい。気持ちいいじゃないよ。あのラッキーだから。なんだろう。あ、これはワンチャン来たぞ。さあ、置き攻めよ。あ、今ちょっと遅らせておきたかな。そうですね、寝っぱなしを選択して攻撃食らわないようにしますね。なるほどなるほど。もっとガーケンを使って切り替えて、あ、ドリル、ドリルが通すんだ。あれ下がるかと思ったな。さあ体力差は激しいが、最後はきっちり空対空を買って突起の扉さんが勝利と。さあ決勝、ザッキーワイルドさんと、時の扉さんと。あのアイザックの頭突きジャンプ特殊攻撃出るんですが、あれが判定超強くて、はいはいはい、だいたいこのゲームのキャラってあのカウンターでジャンプ攻撃、特殊攻撃バウンドしますね。バウンドするんで、はいはい、決勝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 。なんで仮面さん超嬉しそうだ。仮面さんがすげえ拍手してる。鉄拳 5DR やりながら拍手してますね。あ、クオートはクオートはこれ、ね、ちょっとね
今度は逆にまたね、近寄りたいクオートとどっちかっていうと、まあ、そうですね、有利な状況を作って触りたいアイザック、まあ、お互い有利な状況を作って触りたいタイプです。飛び道具を置いて、それを軸に、いやでもなんか、じっくりした立ち回りで、お互い最初の触り方を、うまくくぐってサーカスチャーリー。虫の羽虫が結構めんどくさいんですけど、めんどくさいですね。あっと、これは刺さった。あっとバウンドして、コンボをきっちり決めて、画面端の置き攻めは、下段を選択したっぽいが。あれを弱版のナイフは、果敢がないんで。あー、はい、おー、これはこれやばいんじゃないの、やばいんじゃないの。これはさすがに、ここまでディフ、あ、投げが通って。だから置き詰めというよりは、あった、おっと危ない。おー、まずせは扉さんの、ミニダルが一本取っていくと、クオートのうまく出足をくじくような置き方します。さあ寝てても、これに今度は一度見たことで対応できるかな。さあ今度はそうですね、タイミングよく突っ込みたいところをうまく、おっとこれは、おー、ES 版で切り返す。おっと投げが、これはしかも画面端を背負って、あとコンボはミスったが、まあダブルアップ的な風にもなったので、そろそろ良いでしょうと。危ない危ない。今度はコンボをしっかり完走。カーリーと違ってクォートのロケットなんてちょっと斜め上飛ぶんですよね。まあ空中コンボに入るとき組み込みやすいのかな。さあ、いたが一気に現実状況的にはクォートだが、お、うまい、バックステム、はい、このゲームバックステム敵あったっけ。えバックステム敵ありましたっけ。バックステム敵ありましたっけ。いや、走っておってなかったら、まあそれでも全然いい。さあ、バーキャンを惜しみなく使って、とりあえず画面端、そしてマム、あっちの調子はね、置き攻めに行きやすいんで、あ、しかし今潰されたんで爆弾も消えました。あー、なるほどなるほど。ああいう時にね、あと中段から中段さ、ただゲージを使い切ってしまったので、こっからね、この後の置き攻め触って、おーっと、カウンター投げ、ゲージがあったらコンボ行けたんですけど、あー、これはしたら、おさあ発動から熱波を選択。ただあれで 0.5 ゲージ回収したんで、ゲージ状況がかなりアイザックいいぞ。あ、これは今度は逆に発動しました。あ、くぐってしたが、あ、まついてなかった。おわー、勝ったのはザッキー・ワイルドさんです。おめでとうございます。これは大きいですね。すごいすごい。いやー、すごかったすごかった。なんか両ゲーっぽく見ましたよ、バージョン上がっても。まずは、ミカドジムを制していくのはポケモンクオートと。優勝インタビュー、ミカさんやる？俺なんか知らない人だ、まあ、あー、じゃあ分かりました。優勝インタビューあるんで、よかったら顔出ししていい？おめえがダイアンだ。インタビュー、じゃあ大丈夫か、顔出し、はい、じゃあ優勝したザッキーワールドさんです。おめでとうございます。ありがとうございます、ご視聴の皆さん、ありがとうございます、ザッキーワールドです。どうでしたか、今日の大会は。そうですね、正直ね、ちょっと扉さん優勝したらやめちゃうんじゃないかなと思って、ちょっと頑張って練習して本当にね、あ、なるほど、優勝させたくなかったんで、まだ扉さんにはやってほしいという思いが、うん、せめてもうちょっとやるってさっき言ってくれたから、ちょっとよかった。いいですね。ザッキーさん結構いろんなキャラ使ってますけど、今日はクオートです。いやでももう結構ね、クオートメインでやってこうかなと言いつつ、まあ、はい、ぶっちゃけ弱いんで、優勝してあれですけど、うん、ちょっとね、なえついつあるところもあるんだけど、でもまあ、キャラがかっこいいんで、まあ、なるほど、今のところはまだ頑張ってるってところですね。今日一番きつかった相手はどなたですか。いや、やっぱね、扉さん普通に負けるかなって、何もできず負けちゃうかなと思ったんですけど、初戦デルバードすごい嫌だったんですけど、はい、今日マジで弱かったんで、はい、おー、再現にしていく。いや、本当にね、普段結構負けるんであれなんですけど、うん、なるほど。じゃあ、あとこのゲームなんか思いとか、あと宣伝したいこととかなんかあれば。そうですね、まあ対戦会僕したいのはもう終わって、ひとまず次の予定ないんで、まあ単純にこのゲーム、第2日曜にデート出し機で、大会があって、毎週火曜に新宿ニッセガで、フリップ、あとは金曜日に秋葉原で僕が、まあ、
全然お店に許可取ってないんですけど、対戦会っていうことでやってるんで、このゲームに興味ある方は本当に見るだけでもいいんで、ぜひお越しください。まあ、だいたい旧正確レジャーランダリーでやってるんで、ぜひお越しください。はい、ザッキーワレさんでした。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、閉める。はい、じゃあまあ結構なんだかんだ皆さん初めてプレイした方もおられるかと思いますけれども、まあとっつきやすいゲームだとは思いますので、まあ家庭用も出ていますので、ぜひともですね、お家でですね、ピコをですね、ピコーピングをしていただいて、アーケードまたみんなで遊べたらいいかなと思ってます。じゃあまた、大会できたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。